おはようございます。あ、失礼しました。あ、どうぞ、はい、お願いします。はい、皆さんおはようございます。まずですね、本日日本航空株式会社から、山形空港において期間限定で航空貨物を取り扱うことが発表されました。期間はさくらんぼの出荷が最盛期を迎える6月10日から7月10日までの31日間で、山形羽田便、山形伊丹便の両便で実施されます。山形空港の貨物取扱いにつきましては、機材の小型化に伴って平成22年11月から休止しておりました。このことについて、検討しまして、平成24年に、私から日本航空の会長に要望書を直接お渡しするなど、これまでさくらんぼの収穫時期の貨物取扱いについて、要望してきたところであります。この度、期間限定ではありますが航空貨物を取り扱っていただけることとなりました。これにより新鮮なさくらんぼをはじめとする本県の特産品などを山形空港から全国に向けて迅速に輸送できる手段が増えることになります。県としましてはこれを契機に期間終了後も引き続き山形空港において航空貨物を取り扱っていただき、物の流れの活発化、ひいては地域経済の活性化につなげていきたいと、つながっていくことを期待しております。では恒例となりましたイベント祭りについてご紹介いたします。鶴岡市では5月24日から26日に鶴岡天神祭が開催されます。学問の神様と言われている、菅原道真公を祀る鶴岡天満宮のお祭りで、通称化け物祭りと呼ばれています。25日は天神祭パレードが行われ、当日は手ぬぐいと編み傘で顔を隠した化け物がとっくりと杯を手に祭りを見物している人たちに無言で酒を振る舞います。さまざまな化け物が市内中心部を練り歩き、町中が祭り一色ににぎわいます。私も一度行ってみましたけれども、本当に楽しいお祭りでありました。それから寒河江市の慈恩寺では6月1日から7月18日まで、山形県指定文化財の群成明王立像などが公開されます。一昨年10月に慈恩寺旧境内が国史跡に指定されたことをきっかけに、秘仏などを公開しているもので、普段は見ることのできない仏像をご覧いただけるまたとない機会でございます。またこれからはバラなどの花も見頃を迎えます。5月25日から南陽市元中山にある諏訪神社で芍薬祭り、そして6月1日から村山市の東沢公園でバラ祭り、そしてまた南陽市宮内の総称公園でバラ祭りが始まります。県民の皆様もぜひ、お出かけいただいて、山形の魅力をお楽しみいただければというふうに思います。では私から2つ発表がございます。1つはですね、技能五輪アビリンピックです。今年10月に本県で開催予定の第54回技能五輪全国大会と第36回全国障害者技能競技大会であります山形技能五輪アビリンピック2016の大会半年前イベントを5月21日土曜日に山形ビッグウィングで開催しますのでお知らせするものです。当日は昨年の技能五輪全国大会の要塞職種で金賞を受賞した佐藤繊維株式会社の玉川真美選手をはじめ、技能五輪 6職種の
メダリストなどによるデモンストレーションが行われますほか、全国アビリンピックへの出場を目指す東北各県選手の技能向上を目的としたアビリンピック東北合同練習会や、障害者施設事業所による展示販売を行う障害者ワークフェアが開催されます。また小中学生親子を対象としたフラワーアレンジメントや巾着作りなどものづくり体験も行われます。このイベントにつきましては、これまでも練習会への参加者募集を兼ねて周知してきたところですが、多くの皆様にご来場いただき、10月の大会本番に向けての開催機運を一層盛り上げてまいりたいと考えておりますので、報道機関の皆様からも周知についてご協力よろしくお願いいたします。2つ目でありますが、有機EL です。有機EL照明を活用した看護師向けのナースライトが発売となりますのでお知らせいたします。この商品は米沢市の株式会社高畑電子が看護師の夜間巡回時の使用を想定して開発したナースライトを改良したもので、県立4つの病院を含む20以上の病院や施設における使用結果を反映し、サイズや重さもコンパクトになり使いやすくなっているものです。有機EL の柔らかい光であることから、夜間就寝中の患者さんの睡眠を妨げにくく、また暗い中でも正確な発色の確認ができますので、患者さんの異変を気づきやすくするなどの特徴を持っております。販売は5月20日から開始されます。県では製品の試作にあたりまして、山形地域産業応援基金補助金の活用などを行い、製品化の後押しを行ってきたところでございます。今回の新商品の発売は有機EL照明の普及や市場の拡大に大きく貢献するものと期待しております。私からは以上です。はい、それでは代表者さんからの質問をお聞きいたします。時事通信社さん。幹事社の時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。幹事社の質問として2点ございます。はい、先日14日に熊本県で発生して、周辺で相次いだ地震から1ヶ月が経ちました。14日で1ヶ月が経ちました、はい、山形県としてもその支援物資の送付や DMAT の派遣など積極的に取り組まれてきたかと思うんですけれども、派遣された一部の方など戻って現地からの報告など耳に入っているかと思います。はい、これまでの支援などの総括と今後の支援についての方針をまず伺えますでしょうかというのが1点目で、はい、もう1点目なんですけれども、津波による被害が大きかった東日本大震災と比べて、今回の熊本中心とする地震というのは地震の揺れそのものによる被害が大きかったというふうなことで、中山間地といいますか、山間地の多い山形県内陸の方で地震が起きた際により参考になるんじゃないかというような話もあるんですけれども、知事ご自身が今後現地入りする予定というのはございますでしょうか。はい、ではお答えいたします。熊本地震の発生から1ヶ月以上が経過いたしました。改めてお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りしますとともに、未だ避難所や車中での生活を余儀なくされている方が多くいらっしゃるということでございます。心からお見舞いを申し上げます。合わせまして余震がまだ続いておりますので、一日も早く収まるようお願っております。熊本県知事には地震直後にお見舞いの意を伝え、できる限りの協力をさせていただきたいというふうに申し上げたところでございます。これまで県としましてはできる限りの支援援助を行うことを基本に体制を整えて、熊本県政府および全国知事会などの要請があった場合には速やかに対応するよう取り組んでまいりました。まず物的支援としましては、熊本県の要請を受けまして4月17日に保存食や飲料水などを支援物資としてお送りしました。その後も
熊本市やボランティア団体の要請を受けまして、ブルーシートや飲料水の提供を行ってまいりました。また県営住宅など避難用住宅住居として、提供をすることとしたところであります。次に人的支援ですけれども、地震直後の4月16日に最初の派遣としまして、災害派遣医療チーム DMAT、 いわゆる DMAT ですね、それから続いて災害医療統括コーディネーター、また、災害派遣精神医療チーム、いわゆる DPAT です。そして医療救護班や、被災建築物応急危険度判定士、また妊産婦乳幼児避難所設置支援に係る職員、そして県警の警察官を交通部隊員として派遣してきたところであります。こうした派遣に際しましては、市町村や民間の機関の方々からもご協力をいただき、現地で従事いただいたところでございます。先般県の災害医療統括コーディネーターの森野医師ドクターからですね、派遣の報告をいただく機会がありました。森野医師は地震発生直後から厚生労働省の要請により2度にわたって熊本県において全国の DMAT や医療救護班のコーディネートを担われました。森野医師からは、山形県の医療救護班が第一次隊から継続して切れ目なく支援していることに対して大変感謝されたこと、また医療対策など専門家チームの介入が不可欠な領域についての調整は県が一括で行うことが重要であること、災害への対応については日頃の訓練が大切であることなど、その活動報告を受けたところでございます。なお本県の医療救護班につきましては、第7次隊まで予定しているところであります。このような森の医師をはじめとした山形県および市町村のなどの人的な支援や物資の支援が被災地の皆様のお役に立って復旧復興につながる一助となることを望んでおります。また熊本県知事が12日の定例記者会見で、初期行動が早かったことでライフラインがほぼ回復したと報告されたと聞きまして、現在も余震が続く中にあっても復旧が順次進んでいる様子がうかがえて、少し安堵しているところでございます。今後の支援につきましては、熊本県の状況を把握しながら、政府や全国知事会との連携を図るとともに、現地の事情に詳しいボランティア団体などとも情報交換をしながら、速やかな支援ができるようこれまで通り体制を整えて、被災地のニーズに合ったできる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。2点目、私の現地入りの件のお話でありますけれども、現地はまだまだ大変な状況が続いているというふうに聞いておりますので、復旧の状況を見極めながら対応を考えてまいりたいと思っております。分かりました、ありがとうございます。はい、引き続き1点よろしいですか。はい、どうぞ。すみません、山形県県営住宅をですね、被災された方に無償で貸し出す、無償で提供するというようなお話ありましたけれども、現在まで の利用状況を教えていただけますでしょうか。あ、はい、提供申し出たですけれども、これまで、その申し出に対してですね、利用をされるということはちょっと私のところには上がっておりませんけれども、担当からお願いします。昨週末まで、相談ありません。分かりました、ありがとうございます。はい、各社さんから。はい、それでは、その他のご質問をお受けいたします。はい、NHK さん。NHK の天馬と申します。はい、県内の住宅の耐震化率について伺いたいんですが、はい、
まあ、今平成25年で県内では 76.5%、うん、で、まあ、全国平均の 82% を下回っているという状況だと思うんですが、うん、現状についての認識と、あと、まあ、あのこれからの目標の数値対策などについて教えていただければと思います。あ、はい、今岸田さんからご質問ありました。それは県内の建築物ということでありますので、住宅全部含めての、一般住宅なんですね。はい、一般住宅についてのその状況ですね。はい、ちょっと詳細までちょっとまだと言いますか、詳細までちょっと把握しておりませんので、後ほどお答えさせていただければと思います。わかりました。まあ、全国平均よりも、うん、下回っているということについてはいかがお考えでしょうか。はい、全国平均より下回っているということについてはやはり、ちょっと残念というか、ちょっとあまり望ましくないというふうに思います。まあ、平均というのが一つの目安だとは思いますけれども、まあ、県民一人一人の安全安心を考えた場合にですね、まあ、本当にできればすべての住宅が耐震化になるということが望ましいと考えておりますので、そういったご指摘も踏まえて、これから県民の皆さんの住宅ということについてもですね、どういうことをしていけるのか考えてまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、他のご質問、はい、家福さんどうぞ。家福新報須藤です。はい、山形県が企業誘致のホームページで、まあ、災害に強い山形、はい、安全安心ということをアピールしている点でお尋ねします。根拠はその近年 その地震の数が少ないというところが似合っているようなんですけれども、はい、地震というのは熊本見ても分かる通り、いつどこで起きるか分かりません。でそういう中でその過去の地震のデータを見て安全安心というアピールをするのはちょっと短絡的なような気がしますが、この企業誘致のこの情報発信について、知事はどのようにお考えでしょうか。はい、県の企業誘致のホームページでは、本県の立地環境として本県におけるインフラ整備や人材供給の状況などとともに、過去の地震や風水害の状況などを客観的なデータでお示しをしております。これは企業が進出先を決定する際の判断材料の一つとしてお示ししているものでありますけれども、熊本地震の発生を踏まえ、本県の立地環境の紹介にあたってどのような情報を発信するのが良いのか、またどのような表現がふさわしいのか、全国の事例なども参考にしながら考えてまいりたいというふうに思っております。その熊本に比べて山形県内の活断層の発生リスクというのは高いようなんですけれども、はい、当面は今のようなスタイルでやっぱり安全をアピールしていくということでしょうか、それとも早急に何か対応されるということでしょうか。やはり熊本地震の発生も踏まえてですね、これからですね、そういった表現がふさわしいのかといったことも含めて、検討してまいりたいというふうに考えております。本来であれば、例えば山形県内ではその活断層も分かっている部分があるので、それを示した上で例えば県として防災対策こういうふうなのをしています、事業継続に対してサポートしますというような情報発信するのが企業誘致のあり方ではないかと思うんですけれども、うん、この件に関して知事のご所見もお願いできますか。そうですね、確かにご指摘の問いだと思いますけれども、公表している活断層ですね、まあ、県への4つの工業団地、東根大森とかですね、坂田臨海、東根大森、また大森西、それから坂田臨海、町海南ですけれども、まあ、そのいずれの敷地にもその活断層はかかっていないということを
確認しておりますけれども、まあ、本当に、判断材料として、ということをですね発信していくのが望ましいのかと、あるいは全国的なその、まあ、情報発信ということもいろいろちょっと、参考にしながらこれから考えていきたいというふうに思っています。と今活断層の話をしたのでそのようなお答えかもしれませんが、うん、ちなみに2008年にあった岩手宮城内陸地震では、はい、当時存在が確認されてなかったところで地震が発生したりしているので、うん、必ずしもその活断層のみということではないと思うんですけれども、うん、まあ、先ほどの住宅の耐震化も含めて今後その県内全体どういうふうな防災対策をしていきたいのかというのを最後にお願いします。そうですね、活断層のないところでも地震が起きているということで、まあ、私たち人間の目にはこう地中深くまではなかなかこう把握しきれないところもあるかと思います。そういうことで、活断層は、まあ、やはり一つの目安にはなるかとは思うんですけれども、それに限らず、まあ、造成したところが弱いとかですね、まあ、いろいろな、情報もありますので、まあ、県内全域でその住宅も含めてやはり耐震化も安全にとって非常に大事であります。本当にこう熊本地震というのは大変なマグニチュードの大きいのがですね続いて起こったこととか、また1ヶ月以上続いているというようなこともあって、これまでの想定をちょっと想定のほかといいますかね、超えているものがあるかと思いますので、今回のその熊本地震の発生を踏まえてやはりいろいろな計画を見直していく必要があるのではないかなと思っています。具体的に何をどうするというのはこの場ではちょっと申し上げられませんけれども、やはり一層のその安全安心ということに対してですね、もっとアンテナを高く上げて、まあ、政策というものも市町村と連携しながら、これから検討して、いかなければならないではな、ならないのではないかというふうに思います。他にご質問ございますでしょうか。はい、毎日さんどうぞ。毎日新聞の山中と申します。はい、あ、すみません、先週の金曜日にですね、はい、コシ油、県産のコシ油から放射性物質、基準値を超える放射性物質が見つかったという問題があったんですけれども、はい、まあ、今回実際にそういう、まあ、検査などをされていると思うんですが、その中をですね、まあまあ、すり抜けてというか、そういう形で全国に出荷されたということで、まあ、現在 の、まあ、その検査体制と今回どの点が問題で、まあ、出荷に至ってしまったのかと捉えていらっしゃるのかというところをお聞きしたいです。はい、わかりました。尾花沢市内の山で採取され、山梨県内で販売されたコシ油から基準値を超える放射性物質が検出され、消費者の皆様および県民の皆様に、大変ご心配をおかけいたしました。県ではこれまでも政府が定めたガイドラインに基づいて、農畜産物の放射性物質検査を実施してきておりますが、山に自生している山菜につきましても毎年計画的にモニタリング検査を実施してきたところでございます。尾花沢市産のコシ油につきましても、これまでも検査を実施してきましたが、いずれも基準値以下の状況でありましたので、今回の検査結果については驚いているところであります。今回の検査結果を受けてすぐに尾花沢市内の4カ所からコシ油を採取し、すぐにというのは13日金曜日に、という具体的には13日金曜日に尾花沢市内の4カ所からコシ油を採取しまして、緊急に検査を実施いたしました。その結果につきましては、
一昨日の土曜日にお知らせをしているところですが、すべて基準値以下という結果でありました。しかしながら山梨県の事案を受け、尾花沢市ではコシ油の今シーズンの出荷は自粛することといたしました。来シーズンにつきましては、これまでのモニタリング検査に加え、全市町村においてシーズン最初の段階で、検査を行うなど、十分な安全性の確保が図られるよう、しっかりと取り組んでまいります。他にご質問ございますでしょうか。庄内日報さん、どうぞ。おはようございます。庄内日報の神林です。はい、知事の明日からの台湾でのトップセールスに関連してご質問したいのですけども、はい、まず第一点ですけども、はい、出張に際して職務代理者を今回は置くのでしょうか、置かないのでしょうか。それが第一点になります。置かなかった場合はどういった理由で置かないのでしょうか。必要がないと考えているのか、規定がないのか。それから職務代理者の必要性をどういうふうに考えているのか、それからもし規定がなければ今後どのように考えているのかお聞きしたいのですけど、というのは、はい、今回東京で、都知事の別荘問題等で危機管理が問題となっているわけですので、はい、その点を含めて、それから私の経験でアメリカで救急車で運ばれた首長もいます。中国とロシアの国境で乗ってたマイクロバスが倒れたという事例もあります。それから前回の 3.11 の場合は東京からも電話がかかりませんでした。携帯電話もかかりませんでした。骨盤も麻痺しました。なんか東京都知事、携帯電話があるからいいみたいな話してましたけども、そういった観点から職務代理者というのはどのように考えているのかお聞きしたいのです。はい、明日から台湾出張入っておりますけれども、はい、職務代理者というのはもう私の念頭ではもう副知事というふうに決めておりますので、形式的にそのきちんとその職務代理者として、きちんとした手続きを取るのかどうかまでちょっと今聞いてみたいと思いますが、はい、事務手続きを行って、職務代理者を置くというふうなことは今回、行いません。常に、知事の方に、連絡を取れる状況を確保いたしておりますので、何かあった際には知事の方にご連絡を取らせていただき、ご判断をいただきながら対応、副知事を中心に対応させていただくというふうなことで考えております。事務方がそういったことを言うわけですけども、うん、知事の規定の中に万が一があれば副知事が代行するというのはあるかもしれませんけども、はい、職務代理者の規定が県にそもそもないのでしょうか。すいません、規定については詳細は後ほど。はい、はい、もう一つ、前年のイタリア必要に応じて置くような形になってたかと思います。はい、前年のイタリア行った場合に副知事も中国行った場合、うん、行ってますけども、はい、じゃあそういった場合は誰がするのでしょうか。誰が、私の経験上、収入役や総務部長が職務代理者に任命されたこともありますけども、県はそういった序列はあるのでしょうか。はい、このことについては詳しくはちょっと後ほどお答えさせていただきたいと思いますけれども、でも今記者さんの質問されたことは私とても大事なところだと思っています。イタリアの時はですね、ちょっと長期ということもあって、できればその副知事には常にこういてもらうというのが望ましいわけなんですけれども、ほんの数日ではありましたけれども両方留守になった、あれは本当に望ましくない事態だと思っています。まずそういう事態はこれからは避けたいというふうに思っています。そしてその職務代理者、連絡できない場合もあるという、そういうこともまさに考えられますので、私としましてはできうる限り職務代理者に指定して手続きもすぐに取れるのであれば取って、出かけたいというふうに思います。そういった内規を作る考えもあるということですか。もちろん規定を作るよう、はい、やっぱり危機管理、いつ、災害が
起きたりとかですね、ことが考えられますので、そういったことはやっぱり、真剣にちょっと考えていかなければならないのではないかなと思っています。ただそういう規定があるかもしれませんので、そういうことを調べて後でお答えしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。あ、朝日さん。朝日新聞の米沢と申します。はい、先ほどの腰油のことで、はい、シーズン初めに、うん、全市町村で、検査をこうして十分に取り組むというお答えがありましたが、はい、これはこれまでそういうふうに政府のそのガイドラインに沿ってやって、いる対応をさらに県の方で、対応をさらにこうより密にして独自にそういうふうな形で新たに取り組むのか、そこら辺のところを改めて確認したいと思います。はい、わかりました。その政府のガイドラインというものは担当の方から答えてもらいますけれども、これまでやってきましたのはそのピックアップ、県内からですね、その、まあ、山菜もいろいろ種類があるんですけど、例えばこのコシアブラでしたらば、コシアブラが市場に出回った時にそれを求めまして、県内の何か所かピックアップして、検査したということを聞いております。で、今回はちょっと尾花沢は入っていなかったということも聞いているところです。それで全市町村、また次回からはその最初シーズンの最初の時期にというふうに、さらに体制を整えていきたいということであります。政府のガイドラインはどういうものなのかを説明してください。農林水産物省の駒林でございます。まあ、政府のガイドラインでありますけれども、まあ、基本的にはですね、規制地域のガイドラインでありますので、まあ、本県の方はですね、まあ、そういう地域にはなっておりませんので、必ずしもそういうふうにしなければならないということではないんですけれども、まあ、それに沿った形で今まで、まあ、今知事がお話しございましたように、知事からお話しございましたようにですね、モニタリング的な検査を実施しておるところでございます。で、それに加えまして、今回はその今知事からお話しございましたようにシーズン出荷前にですね、全市町村の検査をするというふうなことで、安全の確保を図っていきたいというふうに考えているところでございます。まあ、自主的にということです。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、他に、あ、山新さん。さまざまな農産品を含めていずれも全市町村でやるということなんですけど、コシアブラだけはやるということですか。山菜に関してだけということなんですか。まあ、コシアブラだけということを考えてございます。まあ、山菜、まあ、それからその他の農産物についてはモニタリング検査を実施しておりまして、これまで基準値をオーバーするような状況にはなっていないということでございますので、そういうそのことで考えてございます。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは、これをもちまして知事の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。